だ。俺の血、ドバッと俺の血。おい、一杯おごってくれよ。ハリーフリー、おいおい、こんなとこで何してる。お前を探してたんだ。おっと、喜ぶべきか警戒すべき。多分両方だ。来いよ、仕事が入った。マジで。俺らがもしあるものを手に入れられたら莫大な報酬を支払ってくれるというクライアントがいるんだ。なるほど、それで。ただちょっとした事情が。ダメだ、絶対無理だ。ちょ、待て待て、話だけ聞いてくれ。フリー、この博物館で盗みに失敗して二人死んでるだろ。一人は無事成功した。あ、かろうじてな。お前に協力してもらいたい。成功したのはお前だけ。この山には二人いることはよく分かったんだ。いや、三人必要だ。そうだ、噂をすればちょうどお出まし。誰だ。クロエ・フレイザーよ。ネイト・ドレイク、姉さん・ドレイクだ。元気、ハリー。
クロヤはかなり有能なドライバーで、相棒にはもってこいだ。みたいだな。よし見ろ、計画はこうだ。まず下水道から入る。出だしから楽そうだな。下水道から中庭へ、そこから壁をよじ登り、屋根を伝って行って下へ降りれば展示ホールだ。なんてことない。展示ホールには一体何があるのかって？聞いてないが、どうぞ。これがオイルランプ？そう。こんなガラクタを？一体なぜだ？わからない。だからあなたを探したわけ。このクライアント、単なるマニアックだ。暇と金を持て余してるコレクターとかだ。それにしたって、これは何の価値もない。まだ続きがある。お前、ラテン語は読めるんだろ？どこでこれ？拝借した。そのマニアックなコレクターさんから。トレビゾンドでヌストに襲われて、父と叔父と私は偉大なる宝を奪われた。これはマルコ・ポーロの日記だ。それぐらい私たちにだって分かったわ。残念ながら続きはチンプンカンプン。待て、間違った者の手に渡らぬように、思いもよらぬ場所に大いなる悲しみを閉じ込めた。強大なる藩の御光が13の運命を守るだろう。言っただろう、わけが分からない。これ行方不明の船のことよ。そうだ。どういうことだ、説明しろ。マルコ・ポーロは600人と14隻の船で中国を出た。フビライ藩からもらった宝満載で、だが1年半後ペルシャに着いた時、船はたった1隻、乗員は18名だった。彼は旅を詳細に記録してたのに、他の船がどうなったかは書いていない。仲間のことも。つまりこの辺りのどこかに皇帝の宝を積んだ13隻の船が今もあるのよ。そう、それをクライアントは狙ってる。このランプを見ろ、モンゴルの文字が書かれてる。フビライ藩からの贈り物だ。強大なる藩の御光が13の運命を守る。マルコ・ポーロはこのランプに何かを隠した。消えた船団の場所が分かる何かをだ。じゃあ運取り作戦決行よね。当然そうだろう。チームだな。仕方ない。ま、なるようになるでしょ。
やっぱりそうだ、鍵がかかってる。久しぶり。さすが激しい男。一体何がどうなってるか説明しろ。何不倫のこと？ああ、忠告ぐらいしてくれ。あなたをびっくりさせたかったの。とにかくあなたを見つけるの苦労したわ。フットワークと尻が軽いお前がか。やきもち焼いてるわけ？どっちがどっちを見捨てたのかしら。あなたが嫉妬するなんておかしいわ。ちょっと待て。言っとくけど、不倫と私の関係はあくまでも仕事上のものよ。本当に？大体はね。私気づいたのよ。不倫は何か情報を掴んでた。あなたも一枚噛みたいはず。そう思ったの。で、どんな計画？言った通り、宝を奪って船を見つけてスルッと逃げる。フリント？うん。それから？宝を3人で山分けして、あなたと私は消える。今度は2人でね。なるほど。それまでは私たちの関係はないっしょ。あいつ怒りまくるぞ。それは私に任せて。信じて。Yeah.